はい、今日は浅草でした。つくばエクスプレス、ゆりかもめとかモノレールとか、まあ、あったんですけどね、羽田空港行きの東京モノレールか、お台場のゆりかもめがあったんですけど、今日はつくば、秋葉原から行きました。でも、まあ、お金がなかった、あんまりなかったんで、200円です。あ、100いくらの。浅草、2駅ぐらいしか行けなかったです。で、浅草を、で、サンマルクに行って、もう全く方向感覚がわからなくなって、ずっと帰り、違う方向歩いて、で、やっと上野にたどり着いたら、もう遅かったですね。3、4キロ歩いたかもしれない。4キロぐらい歩いたかもしれない。ということでした。それで今日は帰ってきた。わかりません。また、栄養ドリンク使います。お預かりいたします。
ました。会計相談室の方でお願いします。ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。お願いします。こんにちは。154円いただきます。こちらのままでよろしいですか。T、はい、カードの方はお持ちでしょうか。はい。かしこまりました。お名前失礼します。少しお待ちくださいませ。少しお待ちくださいませ。ということで、今日は浅草を歩いたんで、もう帰り歩かなかったですけど、なんか連続で休まずっていうと疲れるんですけどね、この疲れとの戦いですよ。まあ栄養ドリンクは、まあ、僕の運命だと思って、生まれが武田薬品だという運命、まあ、効かないかもしれないですけど、でも飲んでるか飲んでないかわからないんですよね、みんな。僕はもう、でも錠剤でもいいっていうあれもありますけど、なんかドリンクのが効きそうな感じがするんです。これがミスかもしれないって。ああ、わかりません。まあ運命ですよ。まああと飲んでいきたいと思います。ということで今日は台東区帰りにポスティングしましたけどね。ということで今日は終わりたいと思います。では失礼いたします。